ボシャボシャ。おはようございます。今日はですね、8月中にずっとやってた砂トレイ作りですね、それの続きやっていこうかなと思っています。一回ね、おととい、何日か前に終わったぜ、もう砂トレイ作り全部砂トレイ化完了しましたっていう報告させていただいたと思うんですけど、あれちょっとね、間違ってたというか、もう一個ね、砂トレイに乗せたいやつがあったんで、ちょっと今日それやっていくんですけど、まあそんな時間かかるもんじゃないんで、ちょっとだけね、お遊びとしてこれ持ってきました。これね、昨日チャリで走ってたら道端に落ちてたんで、おって思って何個か拾ってきたんですけど、イガグリですね。この大きさの栗ってなんだろう、なんていう品種なんだろう。普通の品種の大きくなり損なったやつかもしれないですけど、まあ、ちょっとちっちゃかったんで面白いなと思って持って帰ってきて、持って帰ってきたはいいものの、これどうやって割るのっていう。沖縄にはね、まあ僕沖縄出身なんですけど、沖縄にはその道端にこのイガグリが落ちてるっていうことがなかったんで、これの割り方を知らないわけですよ。でまあ YouTube とかで検索するとね、出てくるんですけど、まあ足で踏んでこうモキモキってやると、このイガが取れるよって書いてあったんでやってみたんですね。そしたらね、中なんか腐ってるんですよ。わかりますかね。多分中ダメになっちゃってるんですよね。なんだ使えねえじゃんって思ってもう一回やってみました。これもなんか怪しいですよね。死んでんじゃないか、ちょっとわかんない。なんて言うんだろう、種子にまでこうひび割れ、シワが寄ってる状態、もうカラカラな状態、なんか生きてる感じしねえなっていう、いうことで今3つ開けたんだけど、3つとも覇気がないような感じの種が出てきて、なんだ使えねえじゃんなんて思ってるところですと。で今日はまあこれちょっとね、実際に割ってるところを動画に残して、あこんな感じねっていうのを、イガグリの割り方みたいなものを動画に残して、で最後にスナトレ作って終わりにしようかなと思います。じゃあ早速この3つ割っていきましょう。はい、足元の方にこうイガグリ置いときました。これクロックスね。これで、まあ、クロックスでもいけるっていうのが分かったんで、ちょっと動画に残しておこうかなと思います。クロックスで踏んでもね、痛くないです。刺さんなかった。こんな感じで踏んで、でこう横にこう開いてあげる感じ。力が入らない、こういう感じ。これでなんか取れるんですよ。こうやってると、なんか緑っすね、中身が。これが生きてる状態なのかな、ちょっとわかんねえな。このイガイガってあれなんですね、葉っぱみたいな感じで実から直接生えてるんですね。面白。もう一個割ってみよう。次割ってみます。割れた。なんか完全に割れたぞ。そういうことか。今まで見てたのは中身だったのかな。これ栗っぽいの出てきた。あ、そういうことか。栗のことよく分かってなかったけど、さっきまで見てたのはこれの中、外側だったんだな。ちょっとこれ割り方失敗しちゃったんですけど、なるほど。これはちょっと他のやつも割ってみる価値ありそうですね。なるほどなるほど。
最後こいつも割っておきます。よいしょ、割れた。なんか中身が成熟しきってないですね。真っ白な栗が出てきました。なるほどね、ちょっと出来上がってないやつでしたね。うんうんうん、わかったわかった。はい、戻ってきました。で、結果としてはさっきまで見てたやつ、これはまだ栗の外側の皮が残ってる状態で、ちゃんと割るとパッカーンって割れて、これ分かりにくいな、これにしよう。中からよく見える栗が出てくると。うん、これはまだ外の皮が残ってる状態だったんですね。なるほどなるほど。自分で、うおっと、危ない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 、うお落としちゃった。自分で栗割ったことなかったんで、初めてやったんで分かりませんでした。やってみないと分かんないことっていっぱいあるんですね。だからこれも開ければ中から栗が出てくる可能性があると。一個だけ割ってみようかなと思います、追加です。おー、やっぱり中に入ってましたね。ちっちゃ。これなんか未成熟な感じがするんですけど、一応こういう感じで栗が取れました。めっちゃちっちゃい、こんな感じね。これ実生したら芽出てくるかな。もう一個取れそう。追加で2個出てきました。こんな感じ、こういう感じね。面白い。はい、ということでイガグリ割ってみたんですけど、なんか種っぽいのはゲットできました。もう栗っていうか種ですね。これ使えるのかな、生きてっかな、ちょっとわかんないけど、埋めといてみようかな、どっかに。面白そうじゃないですか。盆栽になるかは分かんないですけど。いや、やめるか。これ以上、木が増えてもしょうがないか。でも面白そうだな。埋めるだけ埋めてみるか。で、生えてきてから考えるか。これちょっと、後でね、他のやつも割って、んで、使えそうな種があったら、なんか死んでそうな感じもしますけどね。もうカラッカラに乾いて。死んでそうな気もするんだけど、まあ、一応どっかに埋めといてみようかなと思います。ほい。ということで、お遊びは終了しまして。よいしょ。よいしょ。だだーんと。はい。今日トレインに乗せたかったのは、こちらですね。セルトレインに乗っている、心拍だけですね。心拍を、挿し木してるところです。挿し木しているところです。心拍だけ、心拍専用の挿しとこです。で、ちょっと水切れで死んでる奴らは引っこ抜いて、あとブーゲンビリアの花と、モミジの葉っぱが、大量に落ちてるんで、ちょっとだけ掃除します。はい、ざっと掃除しました。ちょっとイガグリ手に刺さる、痛い。こんな感じね、こんな感じのトレイです。はい、これね、これこのトレイめっちゃ使えるんですけど、ちゃんと一つのトレイ
一つのセル、各セル全部に冠水しないとダメなんですよね、このタイプって。あの直接地面に置いてるっていうか、これ単品で使ってる時は、単体で使ってる時は全セルに冠水しないといけないんですけど、ちょいとこれもね、砂トレイ化しないといけないっていうことに気づいて、今日はこの作業は本当にやりたかったメインのことなんですけど、砂トレイ化してあげて、これもね一気に冠水できるような状態にしましょうということで、はい、終わり作業終了です。はい、こんな簡単な作業だったんでね、ちょっとイガグリ上げてみるっていうちょっとしたお遊びも入れてみたんですけど、はい、ということで心拍の差しとこセルトレイ型のやつを、砂トレイの上に乗っけて一気に自動冠水できるようにしてみたの回でした。はい、ということで本日の作業は以上です。